からです。スカイピース。どうも、ヒカルです。こんにちはって言ったの。こんにちは、猫天だよ。ダメダメダメ、この動画ダメだよ。ちゃんとしてよ。せーの、どうもースカイピース。イエーイ、どうもースカイピース。イエーイ。ということで、今回お待たせいたしました、第2弾キャスの恋愛相談学校作りでした。やったね、前めっちゃ前だよね。この気持ちの刃がどこにもないな、胸に刃刺さる愛がもうやばいばい、いやばいばい、また明日だなんて言葉にさ期待しちゃってさ、よよ溢れるこの気持ち、言えない胸の痛み、やるけどやるが好き。これがね、第1回目で生まれたんですよ。これ第2回応援ソングっていうんですけど、今回はね、楽しみですよ。そうだね、いいキャッチャー CC ちゅうことで、こんにちは。こんにちは。初めてこのアカウントでやりましたけども、第1回知らない人もいると思うんで説明させていただきます。まずこの企画はですね、はいはい、このキャスのコラボで上がってもらった男女どちらでもいいんで、上がってきてもらった人に恋愛相談をしてもらいます。私はこういう恋愛をしましたと。はい、その恋愛についてスカイピースが歌を作っていくという企画でございます。なのでコラボに上がった人は名前も出されるし、自分の恋愛史上も言われる、史上も言われるしっていうことで、その権利をね、僕たちに欲しいんですよ。あげていいですよっていう恋愛の権利、ストーリーをあげますよ。ストーリーをね、スカイピースにあげれるよという人にぜひ上がっていただきたいと思います。まあでも一人だからね、その一人の恋愛がしょうもなかったらどうする。しょうもない恋愛はない。そんなこと言うな、ほんとにもうピンキーの妹言うな。シッシッ、もしもし、はじめまして。はじめまして。緊張しなくて大丈夫だから。うん、全然まずねえよって思ってる。だましてない、別に余裕そうだもん。余裕そうだって。お名前から聞いても。名前から。ノアちゃん、可愛い名前です。ノアちゃん、女の子。お年はいくつですか？中2。もう中2。15歳ってことかな。13。13歳。13歳。あー、13歳。どんな恋をしてるんですか？付き合ってるんだ。あー、なんか恥ずかしがっちゃって、なんかなかなか相手に伝えれないみたいな。おー、めっちゃいいやん。うぶうぶ。なんか、ななみちゃんのソングってさ、結構なんかイケって感じだったけど、こっちはなんか可愛い感じの。そうだね。付き合ってどのくらいなの？5ヶ月なんて。彼氏さんとはどういうきっかけで友達というか知り合いになったの？知り合いになった。同じクラスの斜め前。あ、ごめん、小学校一緒だった幼馴染だ。中1で同じクラスになった。告白されたんだ。よかったじゃん。教室の端で。え、教室の端？放課後とか授業終わりに呼ばれたんだ。5分休みとかに。5分休み。終わってからだ。教室移動しようぜっつったら、あ、お前好きだよっつって。翔さんからずっと好きだったんだって、彼氏さんが。ノアちゃんが他の子と付き合ってた時期があったんだ。なかなか気持ちがその伝えれないんだね。何、嫉妬させたいの？怖くなっちゃう。へえ、いいね。嫌な女やね。青春だ、青春。男はそういうの聞かれちゃうからね。わかる。でもその彼氏さんのことが本当に好きで、うまく気持ち伝えれないからっていうことだもんね。あ、ツンデレってやつだ。うわ、めっちゃいいやつやね。めっちゃいいやつだ。ツンデレ、これでついてるったらもうついてる。あ、俺の子ポニーテールだよ、この子は。知らんがな。ちなみに髪型は。ちなみに髪型はショートロング。いやー、よく言えってなんだ。あ、なんか叩いてるぞ。野球部髪型は坊主。坊主だって。キャプテンとかではない。あ、じゃあ人生より下か。どういうことやねん。ちなみにその彼氏さんはどこ？ショートのちょっとセカンド寄りですが。詳しい。ちょっと関係ない。宇宙か。サードにちょっと。いや、わかんないから、わかんない。もう帰りにちょっと野球部見たりする。チラチラチラッと見てる。そんな彼氏の好きなところとかってあります？なぁ、照れちゃうよね。ごめんね、みんなの前に照れちゃうよね。あそこが大きいとこだよ。相性が良くて。ごめんごめん、注意。やめなさい、本当に。ごめんなさい。笑顔が素敵なんだって。ここキーポイントっすよっていうの。うん、なんかここ歌詞に使えそうです。小室哲哉か。小室哲哉やから。おぉ、そうなんだ。はい、笑い方もね、笑い方も可愛い。笑い方超可愛い。笑い方みんなに伝えてあげたいよね。俺が再現しようか。いや、負け物。
で、とりあえずこれを聞いて俺たちが恋愛曲をガチで作るんで楽しみにしといて、ね、楽しみにしといてください。ありがとう、はい、わざわざありがとう、ね、ありがとうね。誰しもあるんですね、こういう恋愛。いや、もう一つ一つもストーリーがありますから、一人一人一つの恋愛に。まあでもここから曲作っていきましょうか。ここから作っていきましょうか。たら